ものづくりのエンジニアが集まり、極限のアイデアとテクニックを競う技術開発エンタメテレビ番組魔改造の夜。子供のおもちゃや日常使用の家電がえげつないモンスターへと姿を変える。猫ちゃんのおもちゃを6メートル落下させた後、25メートル走る。湯沸かし電気ケトルの蒸気を利用して動力を生み出し綱引きをする。エスニーとして今回挑戦したのはこの2つのお題。ソニーがどのようなモンスターを作ったのか、開発の裏側にどんなドラマがあったのか、その秘密に迫る企画、それが魔解剖クロストーク。こんにちは、 MC を務めます田中です。ソニーグループの中でロボットエンジニアとして働いています。今日は魔改造の夜という番組に S2 チームとして参加して、ソニーの人と技術を結集して家電とおもちゃを魔改造してきたというチームに集まってもらっています。画面に向かって右側にいるのが家電を魔改造したケトルチームのみんなです。イエーイありがとうございます。はい、そして画面に向かって左側がおもちゃを魔改造した猫ちゃんチームのみんなです。よろしくお願いします。はい、私は猫ちゃんチームのリーダーを務めさせていただきました。それでは今日は皆さんよろしくお願いします。今日はですね、その戦いの様子は番組の方を見ていただくとして、一体どんな楽しいものづくりをしてかということ、そしてどんな技術を使ってどんなふうにものづくりしてきたかというエンジニアリングの解説をしていきたいと思います。はい、それでは早速最初のコーナーです。はい、まずはそれぞれ開発したモンスターがどんなものだったのか各リーダーに紹介してもらいたいと思います。最初にケトルチームの坂根さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕たちが真心を込めて、改造したケトルはお茶の間ケトル MKZ1300N と言います。こちらのケトルは、おばあちゃんの家に、あるケトルが実は最強の綱引きマシンだったらというコンセプトで改造をしました。大きな特徴としては2つの陰圧によって動くシリンダーを備えているところで、最初のシリンダーで素早く綱を引き、2つ目のシリンダーでゆっくりとその力をかけてマシン全体が後ろに下がるっていう、そういうような構造をしています。やはり大変だったところは出せるパワーが、その名前の 1300N というところなんですけど、1300ニュートン、実際はちょっと名前つけた後にもっと力が出るっていうのが分かってしまったんですけど、そのパワーをどうやって制御するかですね、それに耐えるようなマシンを作るっていうところと、みんな蒸気を全く扱ったことがなかったので、そこを一から勉強するっていうところが非常に大変でした。何気におもむろに持ってますけど、もともと魔改造するケトルってこれだったんですよね。そうですね、これを改造して、こういう、2m50 もあるようなマシンに仕上げました。これ全体がケトルっていうことですね。そうですね、これ全体がケトルです。すごいですね。いやちょっとね、僕もずっと見てきましたけど、改めてすごいもの作ったなっていう感じですね。今回のそのケトルっていうのはルールの中で、その蒸気しか使っていけない、動力としてこの綱を引くのに蒸気で動かないといけないっていう制約があったんですけど、ソニーグループって蒸気使った製品作ってないですし、全然経験ないメンバーばっかりだったんで、非常に苦労が多かったと思います。そんな中ですね、どんな形で勉強から含めてボイラーとかですね、蒸気の仕組みを作っていったのかを開発に関わった西島さんの方で紹介してもらいたいと思います。はい、私普段ソニーの仕事では宇宙感動体験と言われている宇宙エンターテインメント推進室というところに所属して、人工衛星の開発を行っていたりします。でまさに今回ケトルの改造と人工衛星の開発って、近いところがあるのかなと思ってました。それはソニーがやったことがなかったからです。はい、でまずお湯ってどういう仕組みで沸くんだろうっていうところから実験を始めていて、まずは与えられたケトルを沸かしました。沸かしました。 そこからスタートしますね。はい、でその後続けてこのケトルの性能ってどうなんだろうってところで、注ぎ口にストローを挿して蒸気の量質ってどうなんだろうってところを見たり、このケトルの性能どれぐらいなんだろうって言って突き詰めていって、だんだんこのケトルの気密性を高めていったりしたんですが、そしたらこのケトルの底がボコって抜けてお湯が大量にダバーって漏れる事件があったと思います。
そういったところからこのケトルそのままボイラーに使うのは厳しいなってところで、あの自作のボイラーの作成へと移っています。でボイラー自体はこのケトルのカバーに包まれて見にくいんですが、前から観音開きで皆さんの前に見えるようになっています。はい、はい、ということでまさに、このケトルものづくりの真髄が詰まっていて、本当にトライアンドエラーで生まれたという感じがします。ではですね、次は猫ちゃんチームの方に行きたいと思います。まずですね、この猫ちゃんの名前はアルクニャンと言います。まあ、歩くっていう名前がついてるんですけど、なんかものすごい速さで走っちゃうんでちょっと名前と違うんですが、ではですね、あのこの歩くには全体設計した内山さんに、このモンスターの特徴とか、機能ですね、説明してもらいたいと思います。でまず今回のお題がとっても難しくてですね、5メートル走って歩いてそこから6メートル落下する。で我々の製品でもよくあの落下試験とか普段私も設計している中でもやるんですけど、なかなかというか6メートルなんてやったことはないと言いますか、普段の落下のもっと低い高さでもいろいろ苦労しながらやっているのに6メートルなんてこんなの絶対できないなっていうのがまず第一印象であって、そこから速く走ってまた落ちた後に走り出して20メートル歩くっていうとても難しい競技だったので、足はまずすごくシンプルにしました。でこの足ではまっすぐしか歩くことできないんですけど、尻尾がですね実は三つ股になっていて地面についてる尻尾があってですね、この尻尾を擦ることで姿勢を変えて少しだけ曲がることができます。でさらに、ここに横に並んでいるリモコンがあります。このリモコン赤外線誘導をして壁に当たらないように誘導してるんですけれども、実際のテレビのリモコンの信号を取り出して増幅して誘導に使っています。こんなところでよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、もうほぼ完璧な解説ありがとうございました。そんな中ですね、今回魔改造のプロジェクトにはあの入社1年目、2年目、3年目、そして20代、30代というですね、非常に若いメンバーたくさん参加してくれています。実は最近こうあのコロナもあったので、みんなでものづくりするっていうのがあのこのソニーグループでも若干、機会が減っていたんですけど、ようやくこういった体験ができたというところで、あのそのフレッシュな気持ちですね、ぜひですね、あの真鍋さんの視点でちょっと教えてもらえると嬉しいです。はい、そうですね、自分は、入社2年目でしかもコロナ禍入社だったので、なんだろう、こう大勢の人が集まって、特に自分は仕事ではソフトウェアを担当しているので、実際に物を触りながら作業するっていうようなことがほとんどなかったので、ちょっとこう寂しさも感じてたんですけど、魔改造に参加して、皆さんすごいものづくりが大好きで、仕事だけじゃなくてプライベートで全然仕事とは関係ないこうものづくり、面白いものづくりをやってらっしゃる方と会って作業できたっていうのがすごい楽しかったです。でなんかこう自分で個人でものづくりすることは自分も小さい時からやったりはしてたんですけど、やっぱり皆さんこう仕事でやられているっていうのがあって、こうなんていうんですかね、すごく本気のものづくりっていうのを見れた気がします。ですごいその姿勢にやっぱり感銘を受けて、まあ、自分は上の青いカイトの部分を担当してたんですけど、こうやっぱみんながこう詰め切って作ったもの、カイトは結構面積が大きいので、なんかちゃんとそれを絶対に崩さないようにやらなきゃいけないなと思って、ちょっと前日にちょっとデザインを変えたりとかもして、少し自分でもちょっとは貢献できたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、いや僕もあのこの、ね、真鍋さんこの最後は青いカイトを仕上げてくれたんですけども、2日前までは透明のカイトでやったみんな完成したと思ったら、いきなり前日にですね壊し始めてあのなんか何が始まるんだと思ったら、この青いカイトで全部作り直してみんなに見せたいものを作るというところの姿勢も本当に素晴らしかったですし、まあ、年齢も専門も所属も関係なく一緒にできたというのは本当に良かったなと思っています。今回猫ちゃんチームではアイボの開発者でもある森永さんにメンターになっていただきました。この猫ちゃんを魔改造するときにやっぱりみんなにこれだけは気をつけてほしいとか、こういうものづくりの楽しみ方をしてほしいとか、まあ、そういったところがあったら教えてください。本当に一つの形になるということを実感するチャンスって少ないと思うんですね。でそういった中で一つのものを作り上げると
いうことをですね、みんなに体験してほしかったなと、まあ、それを伝えたかったかなと。ところでどうですか皆さん、ものづくり楽しかったですか？良かったです、はいはい、ということで皆さんありがとうございました。どちらのチームもですね、メンバーのもう個性も光るし、やっぱりものづくり楽しくて、まあ、かつみんなで熱い時間を過ごせたというのが、僕自身も改めて思い出されました。はい、ではですね、今回この動画の他に、魔改造の夜を通して見えた、まあ、ソニーの中にある、まあ、カルチャーとかですね、ものづくりの雰囲気というのを、紹介するカルチャー編という動画もありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。まあ、その他ですね、ソニーグループの SNS からも様々な情報も発信しておりますので、ぜひ概要欄もチェックしてみてください。皆さんありがとうございました。